日本ハム4選手を戦力外、各選手のコメント。日本ハムは28日、育成の柿木投手24、斉藤慎二投手26と、北浦隆二投手24、宮内春樹投手28の4選手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。北浦と宮内には育成契約を打診した模様だが、宮内以外の3選手は現時点でトライアウトを受ける方向で検討している。宮内、斉藤、北浦、柿木のコメントは以下の通り。宮内春樹、今後については少し時間をかけて考えたいと思います。斉藤慎二、球団関係者の方、ファンの皆様、自分に関わってくださった皆様に本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、まだまだ体は元気なので野球を続けるつもりです。北浦隆二、トライアウトを受ける方向で練習します。柿木蓮、野球をやりたいというのが一番、考えながらやりたい、ファイターズには感謝したい。バイソンマジか、宮内も驚き。バイソンいなくなったら幸也寂しがるだろうな、仲良かったのに。柿木は毎年候補に上がってて首の皮1枚だったから、よく6年も踏ん張ったよな、お疲れさん。柿木中継ぎでいい球投げてたけどあかんかったか。宮内はオールドルーキーなのに1年棒に振るような大怪我したのは痛いよな、ここから巻き返しってかなり厳しい。宮内戦力外って嘘だろ。予想通りドラフトで取りまくった投手が戦力外だったな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。